国民の力、韓国の保守政党である。2017年から大統領を務めるムン・ジェインに、対する最大野党でありどもに、民主党と並ぶ二大政党の一つである。決闘直後のおよそ半年間は、未来統合党を透明としていた。1997年以降の韓国政治において、保守派の本流を成してきた半ならせ塗り、自由韓国党を事実上の前身とし、 第21大総選挙で与党の民主党から国会、第1党の地位を奪うため、2020年2月17日に他の保守系政党と合同して未来統合党として発足した。中央選挙管理委員会の記録上は新設の政党であるが、自由韓国党の地位を引き継いで国際民主同盟に所属している。 比例代表に特化した連携政党として未来韓国党を有したものの第21大総選挙では革新政党の共に民主党に敗北し獲得議席が両党を合わせて103議席に止まった選挙後未来韓国党を九州合併し一つの政党となっている2020年9月2日党名を未来統合党から国民の力に改めた 未来統合党時代に使用したロゴ韓国の保守派は最大勢力の旧セヌリ党が第20代総選挙で国会第1党の座を民主党へ明け渡し、次いで行われた2017年5月の大統領選挙でも敗北したため国政における影響力が低下した。さらに、最純実ゲート事件、僕国内大統領弾外とそれらへの対応に関する、 総括をめぐって2016年以降派閥単位での政党再編を繰り返し、保守を政策の理念に掲げる政党は2020年1月末時点で自由韓国党、正しい未来党、新しい保守党、未来に向けた前進4.0、新、セヌリ党、ウリ共和党の6党と乱立状態にあった。そのため、 第21大総選挙で保守系政党が中道左派系与党である民主党から第一党の座を奪還する目的で右派成功が類似している自由韓国党、新しい保守党及び未来に向けた前進4.0の3党が合同し、2020年2月17日に未来統合党が発足した。3党合同直前の2月5日に、 未来韓国党が自由韓国党から分党したが、これは第21代総選挙の順連動型比例代表制に対応する目的で行われた措置であり、未来韓国党は未来統合党の事実上の衛生政党となっている。また、残りの保守系、政党3党は、正しい未来党が社会保守主義成功のその他諸党と合同して民政党を結成し、 僕国の無罪を主張する極右成功の売り共和党は自由共和党と親僕新党とに分裂した。新、セヌリ党は引き続き単独で存立している。2020年4月16日、2019、新型コロナウイルスに対する厳重な管理体制が敷かれる中で、第21大総選挙が実施され、未来統合党は300議席中84議席しか、 獲得できず、惨敗した。本選挙では、ソウル市中心部の小路選挙区で、党代表の岐阜安が民主党の候補者で、元首相の離落渕に大差で敗れたほか、妥協、遠院内代表をはじめとする指導部の大半が落選する、党、人口の半分が集中する、首都圏での議席現象が目立った。 この結果、未来党合党は比例代表に特化した未来韓国党と合わせても、会見阻止ラインである100議席を過労じて上回る103議席の確保に止まり、前回の総選挙で旧、セヌリ党が得た122議席からも交代する結果となった。選挙結果を受けて、公共安は選挙当日夜に代表を辞任することを表明した。選挙後の分析では、 東合党の支持が60代以上の高齢者層に偏っており、都市の住民や若年層からは、既得権益に固執するシルバー政党と見られていること、また候補者がセウォルゴール合遺族に対する暴言を吐いたり、直接行動で国会の審議を妨害したりすると、不適切な行為の繰り返しで反動に傾く政党という権者からみなされ、中道右派や無党派の支持を失ったことなどが、 指摘された。右派系の朝鮮日報は選挙結果について、文在寅政権もよくやったとは言えないが、未来統合党はダメだとの声があったとし、中央日報も未来統合党について、透明は変えても、心がけと行動は一つも変わっていなかったと、批判的に評価した。総選挙後の2020年5月8日、未来統合党は当選者総会を開いて21大国会を率いる。 新たな院内代表に、テグ選出で当選5回の主合へを、政策委員会議長に、中州選出で当選3回の理性培うをそれぞれ選出し、新たな党指導部の体制が確立するまで、主合へが党代表権限代行も兼務することとした。また、5月14日には、未来韓国党と早期に合併することで、基本合意し、5月26日の合同総会で、 未来統合党への未来韓国党合併を正式に決定した後、5月29日に未来韓国党を九州合併した。同年5月22日、未来統合党は当選者総会で2021年4月7日までを人気とする非常対策委員長に、金、消費都市を選出。金小日都市は政策や透明の改正等の大幅な刷新を目指すとした。 この方針に基づき、未来統合党は、同年8月13日から21日にかけて、国民を対象に、新しい党名の公募を実施。9月2日に党名を、国民の力に解明することを決定し、後に、中央選挙管理委員会から新党名を、承認された。2021年4月7日、次期大統領選挙の前哨戦と位置づけられる。 ソウル市長補欠選挙と富山市長補欠選挙が同時に実施され、いずれも国民の力が勝利した。ついで6月11日の党大会では、36歳で国政未経験の李春鈴を党代表に選出。韓国の主要政党では、県政史上初の30代党首だったこともあり、党の刷新を印象付けた。さらに、有力な時期大統領候補者と目される。 最ト通ると、インソズエツが、同年7月に、相次いで入党し、大統領選挙における、半分ジェイン陣営の中心勢力となりつつある。だが一方で、6月下旬から始まった国民の党との交流交渉は、両党の神経戦となり、同年7月27日に、実務交渉団が交渉の終了を宣言する事態となった。これを受け、李俊釈は、 国民の党代表のアンテッシュに決断を促したが、アンテッシュは8月16日に協議決裂を正式に宣言したため、第三勢力の取り込みには失敗した。ありがとうございます。